今回は尾道に行くときに使ったお得な切符を紹介します。吉備の国くまなくお出かけパスというもので、料金は大人1980円、子供520円となります。指定のエリアを1日間乗り放題になります。北は端駅まで、南は宇野駅と小島駅、東は三石駅まで、西は糸崎駅まで。あ、糸崎といえば、以前に出した山陽本線の動画で私糸崎駅って言ってましたね。糸崎駅が正しい読み方でした。動画を見返してみたときに、駅名表に糸崎って書いてあって気づきました。いやー、思い込みって怖いですね。あそこは住所としては糸崎というのと、あと私が学生だった頃、バイトの先輩がよく糸崎駅にまた行っちゃったよって言ってたのが頭にありました。その人は笠岡の人で、岡山駅付近で飲んで電車に乗って笠岡に帰るのですが、酔っ払ってるし途中で眠ってしまうんですね。そうすると気がつくと糸崎駅にいるんだそうです。そういうことが何度もあって、それで糸崎駅だと思い込んでて、正しいことが書いてあっても目に入っていなかった。ですね。くまなくお出かけパスの話をしよう。岡山尾道間の電車代は片道1320円、往復で2640円です。この切符はこれだけでもお得です。乗り放題なので途中下車もできるので、途中で福山で降りて福山城を見たり、倉敷の美観地区へ行ったりも気軽にできます。それだと18切符でもできるよという話になりますが、この切符だと特急券や指定席券、グリーン券を追加で買うと特急列車になります。つまり追加料金を払えば新幹線に乗れちゃうのです。今回もし帰り道尾道で座れなかったら、福山から新幹線に乗ろうと思ってました。あとマリンライナーの指定席みたいなのも小島までだけど追加料金を払えば乗れちゃいます。あ、そういえば説明書きのところに、サンライズ瀬戸出雲はのびのび座席のみ、指定席特急券の購入でご利用できます、かっこ寝台はご利用できません、寝台券、特急券の他に乗車券も必要です、と書かれているんだけど、のびのび座席って寝台ではないってこと？って調べたら、あれは普通車指定席扱いなんですね。岡山から出雲まで普通指定席だけど寝転んで行けるわけですね。それいいな。あと JR だけでなく、鉄道や水島臨港鉄道、岡山の路面電車にも使えます。水島臨港鉄道はなかなかマニアックだと思います。私も乗ったことありません。さらに割引券的なものがついていて、例えばこの切符を先行ゼロープウェイで見せると乗車券が安くなります。私は片道で利用して通常320円が280円になりました。往復だと500円が450円になります。他にも駅のお買い物に使える割引券がついています。岡山・福山エリアを旅するならなかなかお得な切符だと思います。ただ注意点としては、前日までに買っておかないといけない、当日は買えないみたいなんですね。以上、尾道に行くときに使ったお得な切符でした。